コーンフレークコーンフレークは水で練ったコーンミールを加熱してから圧搾し長さ 1cm 程度の薄い破片に成形したシリアル食品である器に盛って牛乳や豆乳をかければすぐに食べることができるため特に朝食用に普及している製造時に砂糖、麦芽シロップ、異性化糖などで味付けされているものがほとんどである本来の食べ方のほか、ケーキやパフェ 菓子類の副材料として用いられることもあるほか、チョコレートをコーティングしたチョコフレークというスピンオフ商品もある。1894年にアメリカ合衆国のジョン・ハーベーケ・ケロック博士によって発明され、健康食品として販売されるようになった。代表的なシリアル食品の一つである。19世紀の終わり、 ミシガン州バトルクリークのバトルクリークサナトリウムを監督していたケロッグ博士はセブンスデーアドベンチスト協会の協議に合致した厳格な菜食主義の病人食を弟のウィルキース・ケロッグと作っていた小麦粉を練ってローラーで引き伸ばした薄いパン生地をベースとしていたがトラブルでしばらく放置された結果パン生地になるはずの小麦が乾燥 経済的な理由から生地をそのままローラーで引き伸ばしたところフレーク状のものができたためこれを患者たちに与えたところ好評となったこれは1894年4月14日の出来事とされるが兄弟は同年5月31日にグラノースという名称でこの食品の特許を登録した兄のジョンはこの後も研究を重ね トウモロコシが原料として最適であることを突き止めた。ウィルはコーンフレーク製造を1906年2月19日に事業化したが、コーンフレークの口当たりを良くするために砂糖を添加するか否かで兄と仲違がいし、兄弟は絶好した。兄のケロック博士は、砂糖の摂取が性欲を増大させ、健康を損なうと考えていたためである。ウィルキースケロックの起こした会社が、 現在のケロック社である。これにより、アメリカの朝食の形態は大きく変化した。兄弟がこのような食品を開発した背景として、両者が健康と心霊的な理由から菜食主義を推奨している、セブンスデー・アドベンチスト教会の信者で働いていたサナトリウムも教会の療養所であったことが挙げられる。一方でジョンはマスターベーションの弊害を説いており、 全流食品であるコーンフレークには性欲を抑える、効用があるとし、これを推奨した。19世紀の欧米は性病に対する恐怖感から、こうした考えが支持された。工業的大量生産化の後ほどなくして、協力者は供給不足の局面に陥った。当時最も著名だった、広告区は、30日間コーンフレークを食べないで、くださいという反応である。 しかし需要緩和の願いも虚しく、コーンフレークの争奪戦が起こった。米国で成功した後、1915年頃にカナダに導入され、やや後にさらにオーストラリアとイギリスの市場に投入された。これよりコーンフレークは欧州大陸に導入された。日本では1929年に日本食品製造合資会社がコーンフレークの製造販売を始め、 1963年には、ケロック社の日本法人として設立された日本、ケロックとシスコ製菓によって、コーンフレークが発売され、急速に普及した。ありがとうございます。